続いてはホテルミラージュ。今回もまずは夏にぴったりのお部屋をご紹介。こちらの広いお部屋にはみんなで涼しく楽しく遊べるプールがあるんです。さらにサウナもあるのでゆっくり楽しめます。仲間たちとワイワイ過ごす場所にぴったりですよね。そんなお部屋で今回のロケは行われましたよ。あっちプールだもんね。プールですか？プールなの？今回この広いお部屋のどこかにしおりちゃんが隠れています。サウナいない。ハッピーボースデー。やー、見てー見てー、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。それおめでとうございます。はい、そうなんです。実はロケの日の数日前は薬師寺の51歳の誕生日だということで、ハグハググループとしおりちゃんからケーキを用意させていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。本当にそんなお気遣い。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。変わった嬉しかったなんです。お任せお任せ。ここのホテルのコスプレ貸し出しできるんですよ。こういうのあんの？やめてもらっていいですか？後ろ向いて。可愛いですよね。後ろ向いて。可愛い、本当。すごいな。すごいな。おめでとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。いやー、よかったですね。51。あ、ちょっと私もプレゼントあるんですよ。俺今までし、あのなんか鹿せんべいしかもらったことない。北海道から持ってきた小葉です。ちょっと待って、ごめんなさい、ほんとごめんね。北海道からもらった鳥羽、しおりさんと知り合って2年、これ2個目。あんまり嬉しくないよ。あら、美味しそう。あら、ありがとうございます、はい、いやお誕生日本当にありがとうございます。わ、ま、美味しい。いや、俺が先に食うもんでしょ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。美味しいですよ。うん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 。本当に誕生日だね。本当に誕生日なの。今年も51歳の誕生日楽しく迎えれました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。この一人にですね、ハグハグさんグループのおかげで楽しい誕生日を迎えれました。はい、はい、この後は本当のハグハグタイムに。
全然面白くないんですけど。ここの会場大喜びだよお前。ねそうなんですか。薬師寺安江51歳の誕生日おめでとうございます。